皆さんこのコンボやばくないですか。ノーゲージで中央から200ですよ。はいどうもお茶です。今日はねちょっとね本当は回の番なんですけど、今結構疲れてましてね、あんまり16段なんかとねやりたくないんですよ、レベル高いんで。なんでちょっと今日はねイノを使っていこうかなと思います。はい、本当に今日だけなんでねお許しください。イノ結構練習してましてね今、まあ、まだ立ち回りとかの方はね全然なんですが、まあ、割とコンボの方はねさっき見てもらった通り結構割とできるようになってきてますね。まあ、割とイノコンボ簡単なんですよね。まあ、ハイジャンテーダをねちょっと使うぐらいなんで、はい、まあ、そんぐらいできれば余裕かなと思いますね。あ、コパンか。はい、あ、ね、見つかりました。ちょっとぼーっとしてました。動画撮ってるなんて全然回転書いてなかったっていうかな、はい、すいません。はい。ちょっとぼーっとしてました。ってことで、ファウストですね。ファウスト苦手なんですよね。やりづらい。けど、まあ、それは真だからかな。まあ、真でやってる時はファウスト本当に苦手なんですけど、まあ、回とかだとそうでもないから、まあ、あれか。やばい。ちょっとこけす、こかく、こ、こけさせればこっちのね、ものなんですよ。こんな感じ。あ、もうジャンプしないで。はい、こんな感じ。これね、よっさんコンっていうらしいです。あ、やべ。え、なになになになんか、今珍しいな。バースト2回連続。あーもうコンボミスった。あ、やばい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 、ちょ爆発する。よし、いやケミカル強いな。まあ、立ち回りは多分ねケミカルを多めに振っていくって感じなんでしょうかね。あんまりこいつリーチ長い技とかないんで牽制はそんなに強くないのかなって思いますね。何の今ジャスがしたの。こんな感じ。あー出ない出ない出ないとか当たらない。なんかね上手い人の見るとやっちゃった、円安じゃなくて 2S とかよく振ってんのかなって印象ありますね。あとはまあ大木とケミカルかな、牽制技はやっちゃったな。あ、これもったいね。こうブリッツで、くっそくっそ、いやリーチ長えな医者ほんと。なんかもう通常攻撃がさ真のピークドライバー並みの判定持ってるわねこいつ。でもなんかそんな強いって噂聞かないんだよな。いや個人的にね強いんじゃないかなって思ってるんですけど、牽制最強だろこいつ、立ち回り最強じゃねえの。あんまこれ、よっさんコン使う必要ないんかな。音符重ねた置き攻めやった方がいいんかな。あんま上手い人見てると使ってないんだよな。くっそ、縦蹴りが出ない。今出ても意味ないんだよな。もうやばい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 。こう、あれ結構判定狭いんだな。横蹴りくっ、やばい。あー負けた。いやーこんな感じで結構ゴミみたいな試合だったな。いやもっとうまく動かせればいいんだけどな、ちょっと難しい。あとあんまイノってさ上手い人がいないっていうか、あんま有名なプレイヤーいないよね。なんか調べたけどトゥーリオっていう人が結構上手い人らしいんだけど、その人全然動画に上がってないしさ、結構使えて少ないのかなっていう。見本にする人がいないとさ難しいんですよね結構。だからランキングのね見てるんですけど、ランキングの人って結構自演で上げた説とか結構いろいろあるから、あんまね、参考にできないというかね、正直俺、あんま見ても上手いとか下手とかあんま感じないんで、最低限ぐらいでしたね。お、ラッキー。けど、ごめん。マジでコンボわかんないんだ。で、こここうやって、オッケー。ここなんかできない。いやちょっと欲張った、やばい死ぬでしょ。もうくっそ惜しかったな。でも
あんな感じなんですけどね、壁コンは。でもなんか殺し聞いたかったな。あ、縦蹴りじゃ多分死にきれないな。やべ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 。もうちょい立ち回り音符使ってた方がいいか。てかもう音符の存在忘れてた。音符貼ったらもう立ち回りこっち有利で。あ、やべ、あ、もう遅い音符。もっと音符起動早くなんねえかなっていうね、俺の。あ、やべ、このファーストの方も多分あれでしょうね、サブ赤じゃない、サブキャラでしょうね。コンボできてるけど立ち回りがいまいちみたいな、そんな感じですもんね。まあ、言うて立ち回りマジ元がさ強いからさ。いやー、もうやばい。いやー、ほんとゴミみたいな試合でしたね。ちょっとこれどうしよう、動画にしようかな、どうしようかな。はい、まあ、ちょっと今みたいな感じでね、まだまだ甘いんですけど、ちょっと難しいですね。なんか誰か参考にできるような人いたらね、ぜひ教えてほしいですってな感じで、今日はここまでにしたいと思います。まあ、動画にするかわかんないですけど、はい、とりあえず締めの言葉を言っておきます。ありがとうございました。失礼します。